超簡単。ボウルに網を重ねて3個にキッチンペーパーを2枚重ねます。こんな感じでここにヨーグルトを全部入れちゃいます。こんな感じです。これをもう冷蔵庫に入れて3時間放置します。でしょう。発酵しすぎてたらどうしよう。見て、こんなに水が出てます。これは捨てちゃって大丈夫です。ヨーグルトってこんなに水出るんだね。使うのはこの水分が抜けたヨーグルトです。どんな感じなんだろう。すごい、すくってみると形がもうはっきりこう残っちゃうぐらい固めというか、本当に水が抜けたヨーグルトになってます。はい、こんな感じで野菜ました。ここになんとパルテノンと同じように蜂蜜をかけたいと思います。いやで、あんまり出ないとこんな感じで蜂蜜とシリアルをかけたら完成です。めっちゃ美味しそう。めっちゃ綺麗じゃない。ヨーグルト。